幸せのミドキオリーパ購入させていただきました。生拳赤 50%、 お、また赤じゃん、やばい。お、バチュル、99% 来た、やべえ。 SR いただきました、ありがとうございます。 SP やばい。はい、どうも、特攻長です。今回ちょっと俯瞰アングルに変えてみました。どうなるかはちょっとわかりませんけれども、今回はちょっとこれで撮ろうと思います。はい。というわけで、ちょっと狭いな。まあいいか。今回は、まあ、折り場の開封なんですけれども、今までね、何度か購入させていただいている、ミミッキュ折り場さん、そして、グリーンさん。この2つの折り場屋さんがコラボしました、幸せのミドッキュ折り場。購入させていただきました。こちらの方を開封させていただきます。で、今回は演出付きの折り場です。ケイさんという方のイラスト演出がございまして、バチングに緑の、イラストが 25%、で、生拳赤が 50%、雪はみ黄色が 75%、バチュル青が、99% のあたり枠となります。あとはですね、グリーンさんが描いたイラスト、白黒イラストが隠しあたりになるそうですといったところです。で、あたり枠一覧がこちらですと、せーのでドン。はい、こんな感じです。ね。まあまあ、最近のダブルレア SR とかとか、あとシャトレーヌとか、結構いい感じでいろいろいらっしゃいますね。うん。マリーさんが欲しい。こんな感じかな。クチートはいないかな。うん、っていう感じでございます。まあいつも通りですね、演出を集めたい1パックが300円のものが10パック3000円分開封させていただきます。よいしょ。はい、イラストじゃない、間違えた、イラスト書いていくぞ。メッセージいただきました。特攻長さん、ミドッキオリバ10口購入ありがとうございます。幸せを届け。よし、あざます。かわいいね。私以外の人が書くとなんか雰囲気変わりますね。よかですね、よかですね。はい、というわけで演出付きなので、とりあえず演出の方を見ていきましょう。よいしょ。まずは1パック目、よいしょよいしょ。お、いきなりじゃん。これは赤かな、生拳赤 50%。 うん、良いですね。続いて2つ目、せーのでドン。お、また赤じゃん、やばい、すごいすごい。で、続いてよいしょ。お、バチンウニ来ました、緑ね。うちの息子がバブちゃんのお尻みたいっていうやつですね。はい。で、お、また 50%。 50% いいですね。幸先がいいですね。よいしょ。こういこうか。で、これが5パック目。よいしょ。ほい。お、また 50%。 よいしょ。50% が4種類。で、よいしょ。ドン。お、緑。25% ですね。75と99が来てほしい。せーので、よいしょ。お、バチュル。99% 来た、やべえ。やべえ、テンションが。あと75が来てほしい。よいしょ。バチンウニー。よいしょ。これが9パック目。よいしょ。お、来た、雪はみ。よし。いいですね。これで、とりあえず演出は全部かな。白黒っぽい。お願いします。よいしょ。あー、バチンウニでした。でした。じゃあ、パーセントが低いやつから見ていきましょう。よいしょ。いきますね。横井性能さん。ちなみに、トレーナーズ、200円前後のトレーナーズ CHR から、UR までが入ってます。といった感じです。よいしょ。こっちが光ってますね。光ってますと。じゃあ、こっちからいきましょう。いきます。よいしょ。アノプスからの、せーので、よいしょ。お、ヒードラン。これも SR ですね。ヒードランの SR が 25% から出ました。やばい、すごい。ありがとうございます。よし。続いて2つ目。よいしょ。幸せ卵。めっちゃいいじゃん。やった。ありがとうございます。からの、よいしょ。お、ウルガモス GX。よかですね。ありがとうございます。GX。はい。3パック目。よいしょ。ドラミドロ。からの、よいしょ。お、バリアード GX 来ました。ありがとうございます。バリアード意外と持ってないんだよな。1枚ぐらいかな、持ってても。はい。そして4パック目、オールアイデンティティからの、よいしょ。お、ピピプーだ、ピピプー。やった、ダブルが来ました。ありがとうございます。よし、
いいですね。とりあえず 25% の方からダブルレアが3つ、SR が1つ来てくださいました。ありがとうございます。これいいですね。隠してるカードを抜くと後ろに演出が残るっていうのがいいですね。いいね。コレクター心くすぐりますね。さあ、じゃあ続いて生ポジションの方行きましょう。50% いきます。よいしょ。ほい。幸せ卵。いいね。集まりますね。からの、よいしょ。バンギラス GX いただきました。ありがとうございます。イエーイ。これは嬉しいぞ。よかですぞ、よかですぞ。ね、バンギラス GX も私、ほぼほぼ無限回収寄りに行ってるんでね。光ってる。光ってます。こっちは？こっち光ってる？よいしょ。えい。あ、光ってない。エリカのおもてなしだ。じゃあこれ逆だ。入れます。せーの。よいしょ。あ、なるほど。宇津木博士のレクチャー。レアですね。宇津木博士のレクチャーって200円ぐらいするの？そういうもんなの？へぇ。それにしてもさ、このピチューとかトレピーとか可愛いよね。オンベさんとかさ。いいよね。よし。いきます。50% 3パック目。よいしょ。はい。エイパムからの、よいしょ。お！来たー！やべえ、引いていくね。クチート GX、SR、いただきました。ありがとうございます。演出付き、やばい。すげえ。テンション高くなってくる。ちょっと待ってね。ロダ。あ、やばい。3つしかない。やばい。これ足りなくなるやつや。あれ、ちょっと待って。ロダってこの前開けたよね。なんでもうないの？やべえ。いただきました。ありがとうございます。おー。これな。これに入ってる。これいいよな。やったやったやった。よし、もう演出付きクチートが集まれば集まるほど私の思い出がどん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 染まっていく。やっべー、 K さんのイラストの演出付きクチートですね。うわー、価値上がるぜ。やべやべ。よし、はい。というわけで、じゃあ 50% 最後いきますね。よいしょ。ほい。フクスローからの、よいしょ。お、睡蓮の釣り竿HR じゃない、UR か、UR ですね。ありがとうございます。お初かな？お初だった気がするかもしれない。ですね。ありがとうございます。イェーイ。すげえすげえ。おー、いいな。すごいな。いいものいっぱい集まるじゃん。イェーイイェーイ。で、ちょっと待ってくださいね。せっかくなので、ロダちょっと開けてきます。もうトップローダーがあと50個しかない。やばい。50個しかないということはなくなるぞ。はい、お待たせしました。じゃあラスト2パックいきましょう。雪はみが 75%、 バーチュルが 99% ですね。なので、じゃあ雪はみからいきましょうか。よいしょ。はみはみハミング、よいしょ。よし、2枚組ボーグルね、からの、よいしょ。おー、石変人 VMAX のトリプルレアいただきました。ありがとうございます。イェイ。これってトリプルレアが 75% なんだ。へぇー。なるほどね。そういう扱いになるんか。ありがとうございます。よいしょよいしょ。でも、私これ持ってないやつだから嬉しいぞ。ありがとうございます。一応こっちにしますね。はい。で、最後。バチュル。バチュルですね。バチュルから何が出るかな。よいしょ。とりあえずフライってですね。ちょっと当たり枠を再度確認しておきましょう。よいしょ。そうだな。何がある？めっちゃあるな。そうだな。弱しだったらへこむな。NSR もちょっとへこむかな。わからん。マリーの SR が欲しい。ただただ欲しい。いきます。せーの。よいしょ。あー、ブルーの探索か。いただきました。ありがとうございます。まあ、ちょっと枚数は持っちゃってるけど、まあでも演出付きだしね。これはちょっと残そうかなとか思っちゃうな。いただきました。ありがとうございます。イエーイ。はい。というわけで、リザルトに参ります。はい。というわけで、リザルトです。
今回買わせていただいたのが300円のミュミッキュさんとグリーンさんのコラボオリパ、幸せのミドッキュオリパでした。1パック300円かけるの10パックで購入させていただきましたでございます。で、開封結果はこちらでございます。まずトレーナーワーク宇津木博士のレクチャーいただきました。ありがとうございます。そしてダブルレアワーク、こちらが、バンギラス GX、バイアズ GX、ウルガムシ GX、あとはピピプー、トゲピアノピアノププリージン X でした。ダブルレアが4枚ですね。はい。で、石変人 VMAX トリプルレア枠ですね。こちらが、よいしょ、ゆきはみさんから来てくれました。75% でございますね。石変人 VMAX いただきました。ありがとうございます。あんまり能力を知らないぞ。防御能力だ。よいしょ。ストーンギフト。自分の手札から等エネルギーを1枚選び、自分のポケモンにつける。その後、そのポケモンのヒットポイントを120回復する。120も回復するのか。そりゃ回復しすぎだな。へぇー。で、第6、200ダメージ。っていう感じです。へぇー、すげぇな。あとヒットポイントがバケモンだな。330だって。やべやべ。ねえ、そういう世界になってるのか。やべえな。うん。はい。で、続いて、SR 枠が2つかな。うん。でございます。ヒードラン GX、こちらはバチンオニから来ました。そして、クチート GX、これが生拳でございますね。うん。っていう感じです。クチート GX めっちゃ嬉しいな。本当にやばいな。めちゃくちゃ嬉しいな。はい。で、同じく、生拳から来ました。水蓮の釣り竿。ね。こちらが UR でございます。そして、ブルーの探索。こちらがラスト。バーチャルから来ました。99% ですね。ブルーの探索、いただきました。ありがとうございます。いやー、まあ、数持ってるから若干ちょっとね、リアクションが薄くなってしまって申し訳ないんだけれども、まあ、ともあれ、ね。レッド、グリーン、ブルー、この3つを揃えたいという気持ちはかなり強いです。ね。未だにグリーンだけまだ持ってないような気がするんだけどね。うん、レッドとブルーで確か揃ってた気がするな。うん、気がする。間違いでなければ。っていう感じです。はい。というわけで、開封結果こんな感じでした。ね、なかなかいい当たりだったんじゃないでしょうか。クチートも来てるし。クチートもなんだかんだでね、金額するんでね。300円よりは高いんで、かなり助かってます。ありがとうございます。というわけで、ミュミックさん、ミュミックさん、グリーンさん、お楽しいオリパー、ありがとうございます。また、次回のコラボ等々もお楽しみにしております。あ、そうだ、あと、K さん。ね、かわいいイラスト。ありがとうございます。このイラストごとですね、ローダーで保管させていただきますんで、よろしくお願いいたします。以上です。じゃあまた次回の動画で、またねー。